優しい両親の声、仲のいい友達も、大好きな人もいる。幸せな日々を過ごしてるぜと思ってた。でもふと気づくと、あの星空を見上げたくなるよ。いつからか幸せを見つけなくなって、空を見上げては涙も流していた。目に映る幸せだから追いかけていたんだ。見えないつながりを失っていた。周りではうまく付き合ってそう思ってた。でもふと気づくと、あの空にあげている。なぜかの未来が一番最新 CD、空、CD から空聴くと聴いていただきました。